皆さん、そろそろ鍋いけるぜ。行こう。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。オープン。鍋。うわ。これじゃあ。なんかモス鍋っぽいね。めちゃくちゃうまそうなんですけど。量結構ありそうだね。あるあるある。これ半々だからね。ハーフ&ハーフ。いける？余裕です。もう一回言って。余裕です。じゃあいただきます。お食べ。まずはこのうわ肉でっけえ。これ肉かよ。はい、またでかい白菜まるまるすごいことになってるな。あとは豆腐もあるし、豆腐。いいじゃない。うわ、崩れる。木綿なんですけどね。お玉とかあるといいね。ここは。今度玉ちゃん持ってきて。もう汁、汁。エンドレスだよこれ。汁は諦めた方がいいよ。これどうにもならんね。何回か繰り返してるかわからない。これあれ、俺白菜全然出てこねえぞ。黒毛和牛だかなんだか。でっけえぞこれ。行く？行く。乾杯。乾杯。よし。よし。お、柔らかいね。うん。あ、これはうまい。わかっ。白菜噛めんね。おいしい。白菜やばい。食べない。豆腐は熱いよこれ。さっきから何十杯入れてんすか。分かんない。50はやってるよ。お玉がないもんでね。はい、スプーンで地道にひたすらプースをかき集めてます。一回すくい。これぐらいね。これぐらいやべえよこれ。シュって。でもほらこんな溜まったよ今ね。よし、これたっぷり入れたから。生ニンニク、どうだ、変わったか。どんなもんよ。うまい？いや、まだ飲んでない。まあ、まだ。うわ、どうよ。すげえニンニク効いてる。あ、そんなに？うん。そりゃよかった。これはスタミナ超ついてやばいんじゃないですか。マジか。スタミナつきすぎて明日やばいことなんじゃない。このソーセージスタミナつきすぎてこうなっちゃうね。こうなればいいけどね。いけないですねこれは。第2便ができてます。はい、もやしバージョン。おいしそう。まだまだ食えるでしょ。あ、余裕ですよ。はいはいはい。うわー、煮立っとるぜ。いっちゃうよ。いっとけ。ほら、いっとっちゃうよ。やばい、沸騰してるよ。ほら、早く。よし。うわー、危ねえ。もやしいただきます。もやし入れただけやで。いや、でももやしいいよね。うまい。まだ食べてない。あ、なに。なに、ネギこんなもんだったっけ。プースをさ、うん、ここまで減ったらさ、やっちゃう。もう禁断のあれしかなくね。もう肉も入ってないからね。じゃあ万が一のことがあってもまあ立ち直れる。いっちゃいましょう。これを待って。うん。どうしよう。で、まず軍手履くから。うん。ドーンと。行くよ。ええ。行くぞ。いいよ。いや本当にいいの。いいよ。行くよ。うん。いいよ。え、マジで早くやって。行くよ。はい、いいから早くやって。いいよ、ちょっと嘘だろ、おい。早くやって。ちょっと無理だ。いいよ。ちょっと無理だ。あ、いいよ。行くよ。うん。
男らしくやってよ。バツンと、よし。結構いった。こんだけね、上だろ。うん。でも、なかなかうまくいったんじゃない？オッケー。皆さん、まだ具材ある程度入ってるから、うん、食べちゃって。はい。ネギとか。ネギ好きだから食べるよ。よし。よしよし。これうまいぞ。あ、ニンニク臭がすげえ。ニンニク結構効いてんもん。もやし。だいぶ入れたかんね。あ、おぉ、シャキシャキ。もやしもやっぱ必要だよね。これいいわ。ちょっと一気飲みしてもらっていいですか。今飲めないっつったよね。え、聞こえなかった。いきます。お願いします。ああ、いけるやん。いけない、いけない。分数だけいっぱい余ったしね。うまい。ああ、ビールと合うに決まってるじゃん。それで腹いっぱいになってご飯食べれねえんちゃうの。ん？お酒で？うん。まあそれもあるかもね。やっぱそれでしょ。どんだけ飲んでる？結構飲んだよ。結構飲んだよね。でも今回は結構食べた方だと思う。まだ余ってるかね。やっぱね、あのね、厚切りの肉とかがダメなの俺。厚切りにしましょう。薄切りで、薄切りにします。ニンニクすげえ。そんなにすごいか。うん。え、もう9時ぐらい、何時に。まだ6時42分です。6時42分なの？もう寝んの？眠い。よいしょ。マジ9時ぐらいかと思ったな。全然だけど、ここはあったかくていいけどね、テントの中も落ち着くんだよね。でも寒いんだよね。テントだと一番寒い。だからここを通るか中を通るかどっちなんだよ。レザー川、レザーさん川を取りました。川の水絶対寒いやん。こ、川の水こうやってやればいいんだよ。でもちょっとね、滝みたいなとこあったよね。園庭でしょ。そう、あるよ、あそこでやればいいじゃん。一緒にする？修行じゃん、初めて。もう8時半過ぎました。ブレザーさんはもう寝ちゃいました。8時半でもう寝てるんですよ。早いな。あっだけ。あのね、私もさっきテントの中でちょっとうとうとしてましたけど、寒くて起きました。まあ寝袋の中には入ってないんですけど、寒かったです。でまた焚き火前に避難してきました。いやー、まあなんのもう9時ぐらいにはもう布団入りたいな。まだお酒残ってるからこれ飲んでから寝ます。ああ、完全に寝てますね。じゃあ私ももう寝ますよ。ビンと合わね。もう10時になる。寝ます。私の寝床。じゃあおやすみなさい。また明日。Yes.
さです。うん、いい感じ。あー、すげえあったかかった今日。なんなら起きる直前なんかもう暑かったもんね。よし、オッケー、まずはなんかあったかいもの飲みたいな。おはようございます。おはよう。何時間寝たんすか？何時寝たか覚えてないけど結構寝た。だいたい8時ぐらいには布団に入ってましたよ。何時で起きたの俺は？8時ぐらい。12時間ぐらい寝たかもしれん。寝すぎだわ爆睡でした。めっちゃあったかかった。うん、一回も起きなかったかも。やべえなそれ。ほじくり返したら炭があったんで火つきました。コーヒー飲むんですか？うん、あ、そうそう、できるよ。じゃあやりましょう。人事こんな差が出るのか。うまい。明日の一杯はコーヒーだ。僕らがっつり食べてもらえますかね。おう、もうお腹ペコペコだよ。ほんとかよ。おう、普通に寒いけど、周りは息白すぎるでしょ。テーブルの間は汚いこと。もういつもこう散らかしっぱなしだからね。これ見て、これこうなってるでしょ。これ雨水が溜まってんのよ、ここに。えらいこっちゃで。これだ、こういうことなんだよ。あったけ。え、今行ってくんの？行ってくる。やばい、お腹痛い。朝っぱらからこれ。行くぜ。早く漏らす前に行った方がいいんじゃないの。うん、行ってきます。無事を祈る。よし、待って。そんなの、そんなのつくぞ。そんなロングコートみたいに着たら台無しになるぜ。梅沢さん旅立ちました。まずはソーセージからですか？はい。どっちがどっちだっけ？色が悪い方がいいわし。こっち？そう。こっちがノドグロ？そう。あ、くっついてる。マジ美味しかったね。何？なんだかんだ一番うまかったかもしれない、ノドグロ。ノドグロが一番うまかったはい。あんだけイワシを押してたのにノドグロに乗り換えた。うん、でも今食べたらイワシがまたやっぱり一番かなって。分からん。まあ、どう考えても今回のキャンプで一番美味しかったのはどっちかになるから結局。どっちか、うん、普通の高級肉も差し押さえて、これ肉は超えてるよ。やべえな。そろそろソーセージ OK じゃないですか？うん、超うまそう。じゃあ揚げちゃってください。こっちがイワシ。うわうまそう。やば、これが昨日もうねランキング1叩き出したノドグロの牛肉ソーセージ。焼けました。いやー、うわこれはめちゃめちゃうまそう。あー、梅沢の機関棒が2本。こんな立派じゃねえよし、あー、これが一番いいよ。男らしくていいよ、このうちの方が。うわ、うまそう。
よし。いや、もうノドグロうまいからな。イワシ頑張って。イワシ？うん。うまい？まだ食べてない。ああ。ああ。うまい。これイワシやね。どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待って、こっち行くよ。ノドグロ行ってみます。ノドグロふわふわ感がすごいんだよ、ノドグロ。うまい？まだ食べてない。ああ、微妙に味が違う。あー、マジ、ノドグロの方が上かもしれん。ノドグロじゃん。じゃあラーメンの準備かな。てか、ラーメンないんだけど、どこ行った？どこ？このどこにあるんだよ、この中の。じゃあ探してくれ、もうわかんねえ。これが火力かな。謎肉の正体です。今夜の焼肉もう一品にっていうあれだったよ。じゃあこれでもう一品だ。ちょっとまだ火力が弱いですな。朝からやってるね。これやメザーにピント合うんじゃねえよ。オッケー、こんな感じです。いただきます。うん、え、味付けたんですね。うん、うん、うまい。塩コショウ燃やすんじゃねえ。あんして。うまい？まだ食べてない。ああ、うん、柔らかい。オープン。お、まあまあ戻ってきた。もうちょいだ。俺は湯気が出てる。ぼちぼち。もうちょいしたら麺にぶち込むぞ。よし、今日は女神濃厚豚骨醤油です。いいね。開けるで。おお。糖レベルがもう桁違いよ。これは？あ、でも沸騰してきたよ。え？沸騰してきました。ちゃんとすっぽり麺も入るこれ。いただきます。よいしょ。すっぽり上にかかる。毎回蒸してるよね。あったぜ。うわ、やばいやばいやばい、沸騰やばいね。火力あっ。運転して、運転して。危ねえ。おかげさまで火傷しましたよ。あ、なんかグツグツしてる。よし、かませ。おお、これじゃあいくぞ。うん、でいくらだ。魚肉ソーセージより高いよ絶対。当たり前だよね。いるか、入れて。うわ、これじゃあ。どうする、折りたたむしかない。やばい、贅沢ですよ。入った。そろそろ OK かな。うわっ、おお、これは理想じゃないですか。うわ、もういいね。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろできた。これやばいよ。おりゃ、ちょっと湯気で見えねえから大丈夫か。こんな感じ。高級肉はこれじゃ。ずわー、これからいっちゃおうか。いや、もう麺どこにあるかわかんないから。いただきます。
これ下幅いただきます。上から、うまい。うわ、やべえ、うまっ。うまい？あ、やばい、やっぱね、この黒毛和牛は2位ですね。1位はのどぐろの魚肉ソーセージ。バカ野郎。あ、これだな、電流ラーメン最高。あ、うまっ。あ、うまい、うまい。あ、じゃあこれ食べて徐々に片付けしながら撤収準備します。飲み終わったらこいつどうにかせんと。これもっさり垂れ下がってますよ、これ。溜め込んでるね、これ。解放したらやばいこと言う。一気に解放するぞ、これ。うん、両サイドのここをプッチンすれば一気にいや、まずここ片付けなきゃだね。行くぜ、これ。梅沢ここにいてくれるじゃん絶対やだ。梅沢この、この辺にいてくれれば。なんなら昨日結構めっちゃ濡れたからね、こっからビシャーって。ちょうどあのドリフのコントみたいな水浴びができるぜブルーシートを外してやったとこですね。おーおーおお。タポンタポンを解放してやりたいと思います。おお、おおおい、切れた。いい、ちょっと待って、重すぎて。その枝じゃあちょっと上で。おお、はい、で離して。でも全部そこから出たやん。あらかた撤収が終わったんで遊びます。これ皆さん小さい頃よくやって遊んだでしょう。ね、あ、やってない。おい、なんかやってたかのように慣れたもんじゃねえか。いや、初めてだ、本当に。オッケー、できた。できとるやんけ。そう、そういう感じです。日本軍のやつだね。え、投げればいいの？いきなり川に投げんのよ、マジで。川に行ってもいいけど、取りに行ってもらうのよからこれをで、ヒューッ、いくよ。おー、今飛行機が川を渡って対岸へ着陸しました。だって俺そこにシュッてやるつもりが。めっちゃ飛んだよ、あそこ対岸におるで。こんなもん一件いっぱい投げない。ほーい。え、あれどうすればいいの？え、あれゴミになるから取りに行ってきて。だって川を渡んなきゃダメやん。梅沢さん、何やってんの？あー、すっきりした。バッサリバッチリ。じゃあ最後、梅沢さんに大仕事が残ってます。これやばくない？いつもより多くない？なんかこれです。1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、23？やべえ、果てしなく続くこの缶の量。梅沢さんがアル中だと言ってます。アル中みたいに思われるよ、こんなんじゃ。23本っすよ。だから5本、違う、5本、3分の1、8本ぐらい行きたいね。8本ぺったんこ。そう、いいよ。あの1個だけ3号館があるから、あれは確実にしてる。 あれは100パス止めないともう恥さらしだからね。うん、行くよ。はい、じゃあ言いますよ。行くよ。1についてよーいスタートって言ったら走るように。待って待って待って、えちょっと待って、行くとこだった今。よーいスタート。スタート。さあ、もうもうくたばってますよ。もう息が続きますよ。だいぶスローになってきました。あれ今のすかした。あー、おいおい、あー、よし。